MG74 はオーストリアで開発された汎用機関銃である。かつてナチスドイツで開発された MG42 機関銃に改良を加えたもので、1974年にオーストリア連邦軍の正式機関銃として採用された。第二次世界大戦終結後、オーストリア共和国は1955年5月15日に完全な独立を回復し、この際に 新たな国軍として、オーストリア連邦軍が設立された。当時、連邦軍は進駐していたアメリカ軍から、払い下げられた旧式装備品で武装していた。1960年、連邦軍の主力機関銃だったブローニング M1919 が MG42-59 に更新された。その後、連邦軍兵器技術局では、MG42 59機関銃を更新するべく、同機関銃を製造していた、シュタイヤー社及びベレッタ社と共同で、新型軍用機関銃の開発に着手した。新型機関銃の設計は1974年に完了し、MG74 の名称で、オーストリア連邦軍に採用された。従来の MG42 と比較して、MG74 は、 重心の寿命延長と照準精度の向上を実現するべく発射速度が落とされており軽量化も図られていたほか様々な目的に転用できるように各種の重化と照準器が設計されたロル7013ロル7013から 762mm マスキーネンジェベア MG742015 年1月18日閲覧ありがとうございます